えー、こんにちは競馬ブック立島の内金の、えー、羽生です、えー、今日皆さんにお勧めしたいのは 土曜日京都1レースのダート 1800m の未勝利戦に出走するピーナッツという馬です、えーまあ、ダートは4戦してこれまで全て 1200m に使われてるんですけども、まあ、短距離のメンバーだとちょっとスピードで劣ってで道中置かれて不器用な立ち回りになってしまい、まあ、直線で盛り返すけど上位に加われる図というのがこれまでの いただねここ2走は姉妹の足が以前よりしっかりしてますしだいぶ力をつけているなと感じます。で、まあ、数字的にはこれが距離が伸びれば、えー、流れに乗れると思いますので、えー、乗れそうですし、まあえー、まあ母系は短距離なんですけどもお父さんが距離伸びている不利要素で体型的にも。 短距離オンリーという感じは全くないので今回 1800m に伸びて牝馬限定で抜けた馬のいないメンバー構成ということでここはチャンスじゃないかなと思いますで買い目はまず短幅と馬連で相手6頭、はい、これでいきたいと思います、まあ、ダービーウィークのスタートダッシュをここで決めて決めたいと。 ということでそしてダービーなんですけども、えー、本命はグレイルです、えーまあ、過去の傾向からしても皐月賞組が他,を他の路線を圧倒してい,るいますし、まあ、ここ10年で皐月賞組が連に絡まなかったことは、まあ、一度もないということで皐月賞の分析がしっかりできれば、まあ、当たり馬券につながりやすいかなと思います。で えーまあ、そのサツキショ賞で一番強い競馬をしたのと思っているのが、えー、グレールと、まあ、サツキショ賞どういう競馬だったかというと、まあ、まず前3頭が飛ばしてで4番手以下が離れてスローペースとでその,馬群の離れた馬群の先頭にいたのが勝ったエポカ道路で2番手にいたのが2着のサンリバルということでまあ えー、結局スローのいったいったと同じような感じの内容だったんですね。で、えーまあ、そんな中後ろから行って外を通った人気馬人気のサシウマが、えー、伸びてきたけど届かず3着争いが精一杯という感じだったんですけど、まあ、そのステルビオは、えー、北のコマンドールあたりが外を回って届かなかったんですけど、まあ、その後ろでねグレイルは。 えー、窮屈な位置に入ってで直線も何度か追い出しをやめ追うのをやめるような仕草があった上でまで、あ、北のコマンドールだとかステルビオと上がりンハーロンが同じということで,でしかもゴール前の勢いは一番でしたし、まあ、これが一番強い競合をしてるんじゃないかなと思いますそしてで、まあ、ダノンプレミアムとねあの本命迷ったんですけども、まあ、順調度と。 えーまあ、中間の上昇度それから、まあこのまあ、ダノンプレミアム僕は距離持つんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、このグレールとダノンプレミアムの比較だったら、まあ、普通の2400がプラスになるのはグレールの方じゃないかなと思うんで、えー、グレールを本命にしましたでここはあの買い目はシンプルに淡幅で勝負したいと思います、えー、それでは皆さんあの ダービーウィークを楽しみましょうありがとうございました